はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、食玩装着回転シリーズ忍手裏剣01です。はい、1個300円で全6種類、1番から5番までは各忍忍者の忍手裏剣で、6番はお供忍手裏剣の赤青セットです。パッケージのサイズがすでにデラックスよりだいぶ小さいんですけど、クリップで装着できたり、レバー操作でギュンギュン回転、ものすごい回ってますね。各忍手裏剣のギミックは全部共通で、ブレードも交換できるんですかね。では6種類一気にレビューします。外箱はこのようになってて、後ろは全部共通です。まずは赤忍者手裏剣を開けましょう。どれくらいのサイズのものが入ってるのかな。はい、出すと、お、めちゃくちゃしっかりしてますね。300円と下は十分なサイズ。はい、このようにブレードとコアが分かれてて、パーツをカチャッとはめることで、ん?完成しますね。レバー的なものがありますから、これを動かすと、おー!はははは!高速回転!めちゃくちゃ高速!すごい!自分で貼るシールは一切なくて、顔部分はヒンジ稼働はなし。異常に柔らかいブレード部分。ブレード交換、あ!できる!ブレード交換、おー!外れますよ。デラックスみたいにカチャッとスライドするんじゃなくって、引っ張って外す感じ。この状態だけで高速回転しますし、こっちが、あ、ロックだ。このパーツを上げると回んないですね。で、後ろはクリップ。で、押し込めば、ブレードがはまると。うん、遊びやすい。では、他の5種類も一気に開封します。はい、中身を出すと、パーツ構成は全部一緒で、コアとブレードが入ってます。どれも塗装もシールも完璧。桃忍者手裏剣はデラックス版がまだ発売されてませんから、これは結構いいですね。そしてお供忍手裏剣だけブレードが2つ入ってますから、これはちょっとお買い得。ではパーツをセットしましょう。ちなみにレバーを押すと、この中心のこのパーツがくるくると回転して、それに合わせてブレード部分が高速回転するんですね。パーツを押し込めば完成。ものすごくお手軽です。そしてお供忍手裏剣も正面はシールで、手裏剣人の顔もちゃんとついてるんですけど、ここも稼働しませんから、ブレードを変えて手裏剣人ドラゴとしての顔は完成しないんですね。こんな顔になります。ギミックは全部共通ですから、サイドのロックボタンと反対側の回転レバー、後ろのクリップです。ではこれもレバーを押すと、はい、このように高速回転します。本当に早いですね。無理やり止めることもできますし、ボタンで止めることもできます。桃忍者がくるくると回りますし、風花も回ります。なぎくんも高速。これ音がすごいですもんね。意外と長い。ブレードが外れますから、交換することもできますので、この辺はデラックス版と一緒です。ちなみに、デラックス版とサイズ比較すると、これくらいのサイズ差で、シールの感じとか、顔部分とか、ブレードのモールドは、ほぼまんまですね。横から見ても、なかなかボリュームがあります。200円の忍手裏剣がこれですから、1個300円としては文句なしですね。お供忍手裏剣の比較加工で、これもすごくちゃんと再現されてますし、上から見ても、塗装の感じも一緒。そしてブレード交換もできますので、これもデラックスと比べても、ブレードのしなり具合とか、塗装の感じもバッチリです。ギミックが共通ですから、好きな位置でロックできて、レバーで回転。手裏剣人ドラゴバージョンと、手裏剣人バージョン。もちろんデラックス版の忍者一番刀にはセット不可ですから、あくまでクリップで止めて、レバーを使って遊ぶ感じですね。ただクオリティは本当に高いので、置いて飾るだけでも十分かっこいいと思います。はい、ということで食玩忍手裏剣01を紹介しました。デラックス版に比べると、サイズは一回り小さいですけど、すごく細かくデザインされてますから、どれもめちゃくちゃかっこいいですし、思ったよりこの回転が超高速で、ギミック的にもいい商品ですね。これは0203も楽しみです。以上、食玩装着回転シリーズ忍手裏剣01の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック。
スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。